皆さん、テーマは火だったわけですけどもこの火を起こすことと火を使うことっていうのはねネットビジネスで成功する人と成功しない人にこうねたらえることができるかなと思うんですよでまずはネットビジネスで自分で商品作って自分で集客して自分で販売してそれによって生きていける人、まあ、これがネットビジネスのプロと言えるのかなと思うんですよでネットビジネスでなんとかね 食べていいきたいんだけどもその方法が分かりませんって人がネットビジネス塾の塾に入ったらあのネットビジネスの塾に入ったらどうなるかっていうと例えて言うとね火を起こしてる人のそのそ方法を学んで一生懸命同じよようにやるんですよで、す自分で火が起こせるようになったらああでもないこうでもないって言って火を起こせるようになったら自力でその火で食べ物を食べたりとかあ暗い夜でも明かりを灯したりとかして豊かで平和に自力で生きていくことができるんですよね。 でも、せっかく火を起こす方法を学んだのに、例えば木と木をすり合わせて、こうやったら火が起きるんだよっていうのを見せてあげても、指導してもね、もう力がないから、なかなか火が起きませんとかね。あとは、なんか木を持ってきて擦りつけるんだけども、なんか湿ったことに気づかずにね、一生懸命こうやってて、全然火が起きませんとかやってるんですよ。しかも火が起きない理由を師匠に聞かないんですよね。同じようにやってるのに私は火が起こすことができないんですけど、何が違うんでしょうかって。 先生が見たら、あ、これ湿ってるよとかねあ。力が足りないよ。もうちょっと、30分とかでダメ。1時間とか2時間とかは擦っていかないとっていうふうにね。やってるのかもしれないですね。じゃあネットビジネスを半年とか1年で投げ出して、ネットビジネスは詐欺だって言ってる人は何なのかなと思ったら、多分板が濡れているか、あの、や、やるね、その労力がちょっと少ないのかなと思うんですよ。で、しかも、自分の判断でダメだと思ってやめちゃうんですよね。だから、 ベテランが見ると、ああ、あと30分やればうまくいったのになとかね、うん、別のをくを薬つけたらこれ火が起きたのになっていうふうに教えてあげることができるんですよね。だからそのフィードバックをすることが大事なのに、なんかやったのに稼げませんって言ってね、えー、なんか自ら火を使うチャンスを手放してしまうみたいな。で、生物を食べてね、お腹痛めて、で、まあ、死んでいくっていうんですか。うん、もしくは誰かが あの作った仕組みの中で動くしかなくってでその仕組みを教えてもらえない上司とか先輩教えてくれないからブラックボックスで結局使われの身でいくしかないかなっていうところにねものすごく似てるかなとか私たちは頑張れば自ら火を起こすことができるわけですから面倒くさがらずに人に依存せずにやっぱり自分ってものをね作っていく必要があるのかなと思いますだから私たちは一人一人人が 人間として生まれてきて、同時に人間に向かっていくってことなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、まだまだね、私たち完成品じゃありませんので、ここで自分の判断が、これで良かったんだ、やっぱりネットビジネスは稼げないんだって結論付けるのはちょっと早いのかなと思いますよね。もうちょっと頑張ってほしいですよね。火を起こせ。ね、燃え上がれみたいな感じでしょうか。いってらっしゃい。